今日は棒の送り方を説明したいと思います。これから溶接を始める方や初心者さんなどが見てもらえると少しお役に立てるかなと思いますので、よければ見てみてください。まず送り方は何種類かあるので、それの紹介と普段僕が送っているやり方の紹介をしていけたらなと思います。棒だと持ち手が分かりづらいかなと思い、最初は箸の方で説明をしていきます。まず一つ目の持ち方としましては、小指と薬指に挟み、中指で支えて人差し指と親指で送るというやり方があります。この送り方でのメリットは、一番多分棒が震えなく安定するのと、棒の送る量を調節するのが一番しやすいと思います。シビアに送る量を調節したい方などは、この持ち方はとても調節がしやすいのでおすすめです。あと棒を送るのが慣れてない間は、この送り方が一番送りやすいかなと思います。動画のようにスムーズに送る量を調節して送ることができます。次に紹介するのが、海外の人たちがよく使っている棒の送り方です。まず人差し指と中指の間に棒を挟み、親指の付け根から棒を送っていくやり方です。先ほどの送り方と比べると支える場所が少ないので少し安定感はないですが、この送り方も定番ですし、結構綺麗に送りやすいです。ただ送る量の調節も最初のやり方の方がしやすいと思います。次の持ち方が僕が普段使用している棒の持ち方です。中指と薬指の間に棒を入れて、親指の付け根で棒を送っていくやり方です。先ほどのは人差し指と中指の間でしたので支える場所が少なかったですが、この持ち方だと人差し指と中指で支えれて、下からは小指と薬指で支えれます。なので先ほどの送り方よりは少し安定感が増すかなと思います。では実際に革手袋をつけた状態での紹介をします。最初に紹介したのがこのやり方です。この持ち方ですと比較的手袋をつけた状態でも棒が送りやすいです。少し練習すればこの持ち方では送れると思います。応用編で言いますと、小指と薬指ではなく中指と薬指の間でも同じような送り方はできます。持ちやすいやり方でやってみるといいかなと思います。ただこの持ち方には唯一デメリットがあります。それはフランジの外側を溶接するときなどには手首を起こして送らないといけないので、とても窮屈なのと手首がとてもしんどくなります。次に普段僕が送っているやり方を紹介します。これは革手袋をつけると少しやりづらくなるので結構練習が必要かなと思います。こちらが海外の人がよく使用している棒の送り方です。どちらも少し練習すれば送れるようにはなると思うので、3点どれか送りやすいやり方で溶接棒を送ってみてください。ただフランジなどをやる際は最初に紹介した溶接棒の送り方はあまりおすすめできません。この持ち方ですとこのようにフランジの外でも簡単に棒を送ることができます。それほど手がしんどいということも一切ないです。こちらだとこのように手首を返すので棒が少し送りづらいです。なので僕の知り合いなんかは、付け合わせをやるときは最初のやり方で棒を送って、フランジをやる際はこういう持ち方で棒を送るようにしている人が周りにいます。3種類それぞれ自分に合うやり方を見つけて、その溶接棒の送り方をやっていけばいいと思います。それでは普段付け合わせ溶接をする際に送っている状態を説明していきます。このように小指を軽くパイプに触れさせ、手が震えないようにしてから棒を送るように僕はしています。これだと安定して棒が送りやすいです。手を浮かしてもいいんですが、やはり少し手は震えると思うので、この方が綺麗に安定して棒が送りやすいです。この時貝先内の方へ小指を入れてしまうと小指が火傷してしまうので、少しこのように外した状態で棒を送ってください。次に最初に紹介した送り方を説明します。この送り方だと肘などで固定することができるので、これも安定しやすいです。他にも送り方自体はいろいろあると思いますが、代表的な3点を今回は紹介しました。
普段棒が送りづらいという方や、どういうふうに持てばいいのかわからないという方などは、この動画を見て少しでも参考になればいいなと思います。それでは今日も最後まで視聴の方ありがとうございました。コメントなどありましたらコメント欄に記入お願いします。